あなたの心にズッキュン、ラッキュン、ドッキュン、コンコン、チュン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 、ミズシャチャーです。エスタブリッシュ。一日目に整形宣言したんですよね。あ、そうです、整形しますって言って。私、DJ 社長は顔面整形します。え、マジで？マジで？いや、面白いなと思って。面白い。もうだからジャンプのさ、主人公みたいだなってめっちゃ思うんですよ。本当ですか？ありがとうございます。ジャンプとか、ちょっとマガジンかジャンプだな、のなんか主人公っぽいなーってすげー面白いと思って。海賊っぽいしね、やっぱり。あー、ワンピースっぽく。そうそう、ちょなんかちょ自分で言うとちょっと恥ずかしいですけど、それワンピース僕めっちゃ好きなんですよ。いや、俺もめっちゃ好き。めちゃめちゃ見てて、もう全部見てる。それもうワンピース見るために毎週ジャンプ読んでるみたいな感じで、うん、やっぱワンピースの伏線とかの多さだったり、物語の持ってき方とか、もうすごい、うわ、かっけーみたいななるんですよ。うん。でもなんかたまにありがたいことになんか、社長ってなんかちょっとルフィっぽいよねみたいな、うわーってこうゼロからこうなんや言われるんですけど、僕は心の中では俺はロジャーになりたいんだと思ってるんですよ。俺はルフィじゃないと、俺が時代作るんだみたいな、一発目を。だから俺はルフィみたいって言われたらもちろん嬉しいですよ。もうジャンプ大好きだから、主人公だし。けど僕はすごい人になりたいとかじゃなくて、伝説になりたいですよ。要は、うん、だからみんな、うわ社長すげーみたいな、そうなりてーみたいな、うんって思う、忘れたいんですよね。時代作りたいみたいな。大海賊時代を作りたいんだ、やっぱり。そうです。どちらかというともうそっちなんですよ。ワンピースを置きに行きたいんですね、 DJ 社長は。そうです、そうです、そうです。取りに行けと。俺が置いだから、日本一すごいアーティストって言ったらやっぱ SMAP、 嵐なのか EXILE なのか3年目なのかとかっていう次元の物語、もう世界一だから。ジャスティン・ビーバー世界一じゃないですか。そう、ね、知らないやつが悪いじゃないですか。世界中70億人中70億人でを超えるんで、僕がロジャーなんですよ。どう考えても。いいね。チャンネル登録してね。チャンネル登録し、魔法毒、魔法毒、魔法毒。僕知ってるんですよ、あなたがチャンネル登録してないの。僕たちの管理画面にデータで出てるんですからね。半分はチャンネル登録しないんですよ。してくださいよ、チャンネル登録してくださいよ、お願いしますよ。なんでチャンネル登録しないの。そこのチャンネル登録ってボタンポチって押したら終わるじゃん。1秒で終わる。チャンネル登録だけポチって押してくれてから、もうそれでいい。ということで、本当に心からちょっとチャンネル登録してほしいです。チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションが上がって、面白い動画いっぱい作るけ、頑張りますよ僕。おめでとうございます。あー、うまい、見てね。でそれがえかまめちゃれこえこあまれらあま